情報をお知らせします。はじめに上信越道を長野方面へ向かわれる方に通行止めの情報です。雪のため藤岡インターから松井田農業インターまでの区間で通行止めになっています。引き続き東北道を福島方面へ向かわれる方に通行止めの情報です。雪のため午後6時30分より矢板インターから深川インターまでの区間で通行止めになっています。ハイウェイラジオ北関東道駒形よりお伝えします。